どうしてここを曲がったのかと聞かれても答えられない。直感で曲がった道の先には忘れそうになっていた解放があった。こういうところに住みたいわね。家を建てたらいくらになるのかなんて、すっかり大人になった頭に数字が並んだ。宝くじに当たったらどうしたいか、ちょっぴり夢のある話にすり替えた。私は仕事を離れて海外の大学へ行きたいかな。生物学。どうしてそんなに意外？本当はね、生物学者になりたかったの。どうして人は人を好きになるのかね。いい研究テーマでしょ。その時は一緒に来てね。二人で研究するの。